秋田ビジョンレクス、イクメンに家事団、そしてイクボス、最近流行りのこの言葉全部わかりますか？今日は県内で積極的に家事や育児を楽しむパパを応援する活動を紹介します。育児を楽しむ男性の総称イクメン。秋田でもこのイクメンが増えることを期待して、平成22年からパパが子育てを楽しめる環境を作ろうと活動を続けている男性がいます。秋田イクメンネットワークというのはどのような活動をされているんですか？はい、秋田イクメンネットワークは2010年にできたパパサークルなんですけれども、うちもそうなんですけれども、うち子供4人いて、妻がですね、家事育児でもいろいろ手いっぱいになっていて、ゆっくりできる時間を作ってあげたいなと思って始めたのがこのサークルなんですね。じゃあ本田さん自身もイクメンなんですね。3人目が生まれた頃からですね、妻のそのストレスといいますか、あまりにもこう大変だなっていうのが私も感じてきたので、その頃から本格的にいろいろとサポートするようにはなってきたと思います。イクメンっていうのは子育てだけじゃなくて、家事もしっかりやらなければいけないですし、あともちろん仕事もありますし、うまくバランスをとって、あと夫婦で役割分担をしっかりして、家族みんなでいろいろなことやっていけばいいんじゃないかな。あと楽しむことが大事だと思いますので、そこをしっかりやっていって、みんなたくさんの人にイクメンになってもらいたいなと思ってますけどもね。じゃあ家事団でもあるんですね。得意なのは何ですか？はい、最近一番多いのは食器洗いでしょうかね。はい、男性の家事育児参加という観点から多方面で活動する本田さん、今特に力を入れているのは県内企業の管理職を対象としたイクボスの普及です。イクボスという言葉は多分聞いたことない方がほとんどだと思うんですけれども、我々のように育児をしている、そういった世代、もしくは介護をされている方々も働いているわけなんですが、そちらの仕事とあと家庭をうまくバランスを取れるように、ワークライフバランスをこう推進してくれる、そういった上司ですね、理解をしてくれる上司のことで、もしあと自ら楽しんで休みを取ったり、いろいろなリフレッシュをして全体的に業績を上げていってくれる、こういった管理職経営者のことを我々イクボスというふうに呼んでおります。はい、イクボスといえば佐竹知事たちもイクボス宣言しましたよね。これを皮切りに秋田県内全域にこのような考えが広まっていって、実践してくれるボスが増えて、秋田県みんな幸せに暮らせるような、そんな街になれればいいなというふうに思います。今働き方改革が叫ばれていますけれども、そういったこともすべてつながりがあるんですね。すべて変えていくにはパパの心の持ちようだと思いますので、これからも子育てを楽しんで、家事も楽しんで、そして仕事も楽しんで、みんなでハッピーになっていけるように頑張ってほしいなと思います。次回は世界シェアナンバーワンを支える技術を秋田からを紹介します。お楽しみに。